的に Amazon ではですね、Amazon 詐欺というものをですね、実体験してますので。はい、昨日はですね、炎天下の作業で、日射病にね、なりかけましたので、反対側ですね、こっから見て左側しかですね、車種バックしなくって、逆にそれが運が良かったと、私は思ってます。なぜなら、こっち側ですね、右側の方もですね、全くやってなかったので、それと、コメントにも助けられましたね。編集してて気づくっていう、で、タイトルも急遽変えなきゃいけないっていう、やっちまった系でまた、申し訳ないんですけども、昨日はですね、上限の方、本当にありがとうございました。今回はちゃんとですね、はい。ブレイクプリント、激ワーくんと、この、鈴木純正のですね、シャーシブラックだけでやっていきます。もう、あとはですね、もう、やりましたっていう画像しか、動画しか流さないので、それだけご了承ください。その後また、これ買ったシリーズと今後どうしていくかっていうのを、ちょこっとだけお話しさせていただきます。大事なことなんでね。では、4月にですね、買ったもの。もうあんまり買ってないんですけど、まずですね、ジャンク品で使えるなって買ったのが、この、デジタルカメラ、パラソニックの DMC の FX9 というので、まだ、これがね、メイドインジャパンとなっているものを買いまして、まあ、なぜ買ったのかっていうと、バッテリーの方がですね、かなり大容量でございましたので、で、しかも、ヤフオクで買ったんですけどね、全然カメラも、SD カードが入ってませんって出るんですけど、今。普通に撮れるんですけど、メモリーカードが、ほんと1ギガ以下のものでないと全く反応しないんで、これはもう、子供のおもちゃ行きということになる可能性が高いですね。で、最終的に、どんなカメラをこれから使っていくのかっていうことで、FK さんという方とお話ししたときに、最終的に私の場合はですね、アクションカムの、撮影がある程度長く撮れるものを、選んでいくということと、この前ですね、ケンボウさんとコラボさせていただいたときにですね、思ったのが、自分以外の方と撮る場合は、ロングに撮れる、ものが、いいなと思いまして、それに関しては、普通のビデオカメラですね。一般的に買えるビデオカメラがいいなと思っております。まず最初にアクションカムですね。で、ついに買ったものといえば、このですね、今すぐ消臭銀、プラス除菌、無臭、AG プラス、いうことで、お買い得な248円ですね。ゲットいたしました。メーカーはカーメイト、車内清潔ですね。で、これを急遽買った理由があります。ちょっとこの辺モザイク入れさせてもらうんですけど、申し訳ないですね。はい、これを買いまして。もうこれモザイクかってわかるかな？わかると思うんですけど、これは、まあぶっちゃけ3000円で売ってました。で、これ教えてもらったのが、レッドワークさんがですね、まあ、ちょうど、まあ、ナンバープレートを白ナンバーにするんだったら、じゃあ何買いますかっていうところで、私の場合はですね、このヤクリーナの純正を、まあ、夏用にして、まあ、気温が下がってきたら、こういうね、こういうものに変えようかと思ってます。で、ただ、お値段の方も迷ってますっていうところで、これを教えていただいて、Amazon で購入いたしました。ただこの辺に関してはセンサーとか外したりしないといけないので、まあ、メリット、デメリットしっかりあるので、その辺の動画を私が今後作成するときには、自己責任で買っていただきたいと思います。プラスですね、これ500円出せばもうちょっとかっこいいエアフィルターに変わりますので、
それもですね、ぜひチェックしていただけたらと思います。それと、パッケージ上でですね、買う画面ではですね、この辺が青いゴムなんですけど、届いた時には黒いものでした。これはですね、まあ、Amazon あるあると私は思っています。基本的に Amazon ではですね、Amazon 詐欺というものをですね、実体験してますので、あんまり Amazon で買うことはないんですけど、今回はですね、Amazon で、来て、買ってよかったなと思ってます。逆に黒でよかったと思ってます。この辺のラインナップとしては赤と青がありますが、私は、あえて、この普通の色を選びました。そんなに中は丈夫じゃないんですけど、ごめんなさいね、モザイクがちょっとかかってて。はい。まあ、なんでモザイクかっていうと、まあ、ネタバレ防止って言っても、こんだけ喋っちゃったらもうわかりますよね。はい。で、最後にですね、買ったものが、パソコンにつなぐマイクですね。マイク。これはですね、元の値段が1200円ぐらいの USB につないで喋れるマイクなんですけど、これと同じものが、セカンドストリートで200円で なんと200円で売ってたので、まあ、どんなもんなんかなと思って買ってみて、よかったら新品買おうと思ったら、まあまあ、そのまま使えたんで、私が夜喋るときには、こう、近距離で、こう、喋るときには便利だなと思って買いました。ということで、今喋ってる間に20分経ったので、もう、取り付けて、ほら、雨がね、やばいんですよ。まあ、今、ここ、木の下で守ってもらってるので、全然雨かかんないんですけど、昼からですね、今、朝の、9時頃なんですけど、昼が100%なので、まあ、この辺で、さっさと前輪もやって帰っていると思います。大事なことを言いました。ですね、私のチャンネルがですね、5月1日を迎えてもですね、残念ながら収益化できない。なんでだということで調べましたところ、YouTube されている方はご存知かと思うんですけども、クリエイターブログの中に、公式で発表ありました。最初の方はこう、いいこと書いてあるんですね。ああ、書いてなかったなと思って、下の方の、たった3行、4行にですね、YouTube を頑張ってやっている皆さん、まあ、私もそうですし、まあ、見ている皆さんにとっても影響がある文章が、こう、放り投げのごとく書いてましたので、まあ、それに関してはもう、4月末で、じゃあ、今後あなたのチャンネルに収益を出しますかっていうお話だったんですけども、見事に裏切られまして、見ている限り6月末にさらに延長されたということを知りました。まあ、明らかに裏切り行為だなということを感じておりますが、まあ、それに関しては、今後の YouTube は、そこまでね、信頼できないのかなっていうことも思ったんですけども、まあ、動画配信に関しては、まあ、やっていこうとは思います。せっかくここまで、教えていただきながらやっていくっていう方法もですね、活用しながら、私が活用しながらで申し訳ないんですけど、YouTube って普通なんか、イメージとしては、あ、こうやるんだっていうのを見る動画で、活用する方が多いと思うんですけど、私の場合はですね、本当にゼロからスタート、知識全くないという状況で、皆さんのコメントの宝でですね、このチャンネルを運営しておりますので、動画に関しては、まあまあ、続行ということになります。その点ですね、ご了承願いたいと思います。ただ、運営に関してのかかる費用に関しては、ちょっとケチるかもしれませんけども、精一杯ですね、見やすい動画を作っていきたいと思ってますね。最後まで、よろしくお願いします。それでは、本日もご視聴いただき誠に、ありがとうございます。良いと感じました方はですね、ぜひチャンネル登録、評価、よろしくお願いします。コメントもお待ちします。よろしくお願いします。